これまで日本では歯の化石だけ知られていました。ところがこの熊本からこの仲間の顎の化石が見つかるんです。ティラノサウルス科の顎の骨の化石は天草市立五所浦白亜紀資料館と福井県立恐竜博物館の共同調査で発見されました。こちらがその化石です。歯骨と呼ばれる下顎の骨2つがくっついた状態で、左の歯骨の長さは14センチ、深さ8センチ。右の歯骨は長さ17センチ、深さ8センチあります。今回のはおそらくこの辺りですね。この辺の方。肉食恐竜のティラノサウルス科。県内でも化石やレプリカの展示が行われるなど人気の恐竜です。国内ではティラノサウルス科の歯の化石は長崎市や天草市で見つかっていますが、顎の骨の化石は初めてです。その化石が見つかったのが天草郡苓北町です。今から10年前、およそ7400万年前の後期白亜紀の姫の浦層群下津深谷層から採取した石をCT 装置で調査し判明したのです。これは CT 画像から復元した左の歯骨の内部の画像です。4本の歯と生え変わる前の2本の歯が確認できます。歯の大きさと形の特徴からティラノサウルス科と考えられるということです。この化石から推定される体の大きさは7から8メートル。ティラノサウルス科ではやや小型ですが、二足歩行の肉食恐竜、獣脚類としては大型だということです。アジアでは年代がわかるティラノサウルス科の化石は極めて少ないことから、時代と生息域の広がりを知る重要な資料だということです。日本の恐竜の変遷を知るためにはこの西九州、この特に天草はとっても大事な場所。化石の実物は五所浦白亜紀資料館が来月20日にリニューアルオープンする五所浦恐竜の島博物館で常設展示されます。ティラノサウルスの仲間が苓北町を歩いていたということですよね。そうですよね。想像力が広がりますが、CT 画像もわかりやすいですね。今の技術ってすごいなと思いました。そう、生え変わる前の歯がわかるというのがなんか生命を感じますよね。はい、そうですね。恐竜好きの息子にね報告したいなと思ってるんですけれども、喜ぶと思います。はい、このティラノサウルス科のこの科というのは何かと言いますと、はい、アメリカで発見されたティラノサウルス、この仲間ということなんですね。はい、でティラノサウルス科は北アメリカのほかモンゴルや中国などのアジアで見つかっています。今回の顎の骨の発見はですね、はい、日本にもティラノサウルス科が生息したことを再確認するもので、今後体の骨の発見も期待できるとしています。恐竜の島ですからね、はい、期待高まりますね。そう、そして熊本といえばですね、御船竜ですよね。はい、御船町で見つかった御船竜が国内で初めて見つかった肉食恐竜の化石ということなんですね。はい、でこちらが年代がおよそ9000万年前と、今回の発見された化石よりももっと前のものですから、熊本には長い時代恐竜がいたということになります。ロマンがありますね。ワクワクしますよね。はい、ここまで苓北町のティラノサウルス科の化石が発見されたニュースお伝えしました。